エドバルド・グリーグ・グリーグの銅像、グリーグの墓、妻・ニーナと共に眠るエドバルド・ハーゲルップ・グリーグは、ノルウェーの作曲家である。現地語での発音は、エドバル・クリックに近い。また、小松の G が無声化して、しばしば、K と発音される、ドイツ語読みの影響で、グリークと表記されることもある。グリーグは、ノルウェーの民族音楽から着想を得て、 国民学派の作曲家として注目された。民族音楽からの深い影響は、ペール・ギュームと第一組曲の第一曲、朝の冒頭が、ノルウェーの民族楽器であるハリング・フェイレの共鳴源を端からつまびいた時の旋律から始まっていることからも、伺うことができる。グリーグの肖像は、9 5 0 0クローネ紙幣に描かれていた。グリーグは、スウェーデン統治下のノルウェーで、 ベルゲン市街の家に5人兄弟の第4子として生まれた。父方の祖祖父アレクサンダーは1779年にノルウェーに帰化したアバリンシャー出身のスコットランド人で一族の名字は本来グレーグであった。1858年、バイオリニストのオーレブルに才能を見出され、3年半のアイダ・ライプツィヒ音学院で作曲とピアノを学ぶ。 1863年から3年間、デンマークのコーベンハーゲンに居住し、作曲家、ニルス・ゲーゼに学んだ。ここで、公共曲、ピアノ・ソナタ、バイオリン・ソナタ第1番など、初期の作品が作られた。また、10枚で、ソプラノ歌手のニーナ・ハーゲルップと出会い、1867年に、結婚した。後の歌曲は、ほとんど、ニーナのために作曲された。 1867年には、クリスチャニアのフィルハーボニー協会の指揮者に就任し、民謡収集家リンレマンや国民的詩人ビョルンソンと信仰を持つ。十字軍のオーシーグルのための劇音楽が作曲され、クリーグの重要な作品である、ジョジョ小曲集の第一集を出版した。 1877年から1880年まで、ベルゲン東方のハダンゲル地方に住んだ。次第に、民族音楽、民族楽器へ系統していく。1884年に、ベルゲン近郊のトロールハウゲンに重家を建築。ベルゲン出身で、デンマークにて活躍した、劇作カルズビ・ホルベアの生誕200年のために、ピアノ組曲、ホルベアの時代からを作る。 1901年、次第に健康状態が悪化する。叙情小曲集第10集を出版する。1905年のノルウェー独立を見届けた後、1907年、心不全のためベルゲン市内の病院で死去。2位ヨーンもライプツィヒ音楽院で学び、チェロを演奏したが、職業的音楽家にはならなかった。兄のために作曲したチェロ・ソナタがある。 フリーグはとても小柄であった。生前は卓越したテクニックのピアニストとしても著名で、自作を携え、ヨーロッパをたびたび演奏旅行している。晩年のアコースティック録音及びピアノロールが残されており、現在も CD で入手できる。記事であるノルウェーの旧シュトベルゲンの自然と海をこよなく愛した。死後に仮装され、遺言によりトロールハウゲンの住居のもとにある湖を、 望む岸壁に墓が設けられ、一部の遺界は湖に巻かれた。なお、作品番号の付されていない修作である公共曲は、同じノルウェーの作曲家、ヨハンス・ベンセンの公共曲を聴いて封印したというエピソードがある。クリーグは修正、手のひらに乗るぐらいの小さな河津の置物や小豚のぬいぐるみを大切にし、寝る時も一緒だったらしい。演奏会の時は上がらないように、 ポケットの中で、河津の置物をそっと握りしめたそうである。なお、この河津の置物と小豚のぬいぐるみは、グリーグの家に展示されている。グリーグは、ピアノのために、数多くの商品を作曲しており、北欧のショパンと呼ばれることがある。また、ピアノとバイオリンのために三曲のソナタを書いた。数あるグリーグの作品の中で、ヘンリク・イップセムの儀曲、ペール・ギュントへの不随音楽と、 ピアノ競争曲異端長が日本において最も有名である。しかし、グリーグの本領は、序上小曲集と多数の歌曲に代表される商品に遺憾なく発揮されている。ピアノ曲や歌曲を還元楽や弦楽合奏に編曲した作品も多い。グリーグによるトロルドハウゲンの婚礼の日、1906年録音。グリーグによる長々1903年録音。 リマスター済み。ペールギュントヘンリック・イプセンは、儀曲、ペールギュントを1867年に書き上げていた。グリーグ31歳の1874年、イプセンはグリーグに不ズ音楽の作曲を依頼する。当初グリーグは、ペールギュントの冒険物語に、やや困惑し、最も音楽的ではないものに作曲しなければならない、とこぼしていたという。そんなある日、 イプセンから音楽に関してグリーグの芸術的な自由を保障するという手紙が届く。これを意気に感じたグリーグは生まれ故郷のベルゲン近くの湖畔に小屋を借りて作曲に専念する。1876年2月24日、ペール・ギュントはクリスチャニア劇場で初演を迎え大喝采を受ける。その後パリやコペンハーゲンなどで上演されグリーグの名声は ヨーロッパに響き渡る。クリーグは上演されるたびに音楽を改訂して直しを加えていった。そして、この劇音楽の中から発曲を編曲し、オーケストラ用の二つの組曲にした。なお、現在最も親しまれている、朝は、ノルウェーではなく、主人公ペール・ギュントが故郷を離れて、モロッコに渡り、アメリカとの奴隷貿易などで大儲けをした話をする。 場面の前奏曲として使われている。ピアノ競奏曲、グリーグのピアノ競奏曲は、悲劇をイメージさせる BGM として、ベートーベンの公共曲第5番、運命やバッハの、トッカータと風画に単調などとともによく利用され、作曲家や曲名がわからなくても、曲を聴けば誰でも聞いたことがあるという代表曲である。なお、グリーグは、ピアノ競奏曲について、 40年間に300回以上の改定を行っている。ありがとうございます。